あ、見やすいね。あ、映ってるちゃんと。あ、映ってる。あ、いいですね。シュシュ圧ね、うん、これは見るね、うん、まずこうやっていく。まあ、それぐらい早くていいんだろうな、これはな、うん、ちょっとターン、これぐらいする、うんうん、こっちに行く。ここが、ももですね。もも、はい、今の何気ない、うん、こっちに行くっていう時に雰囲気を出してるしね。何気なくヒュッヒュッて言っちゃったじゃん。じゃなくて、なんていうの、そこからそうやりました。そこから次に行くとき、スッと。うんうんうん。うん、そっかそっか。雑になってない。そう、意識する、そこ。うん、動くとき、その行くって。そう、次の主義行くときの所作が綺麗かどうか、うんうん。こういったら、ここで関節回復して、押し戻していく。うん、それはいいですね、今。うん、姿勢もいい、オッケー、うん、あ、いいね、いいね、今の流れいいです、所作いいです。で、ここちょっと硬いから下に押し付けましょうか、うん、せーの、グッとそベッド、膝をですね、膝下ね、ベッドまで行きましょう、はい、せーの、グッと落とす。で、この時私もちょっと沈む、緩めて、うん、で、こう上げていく、うん、OK ですね。で、緩めて、うん、今度はこの足をですね、ちょっとお尻ここくっつかないので、うん、後ろに蹴りましょうか。はい、せーの、蹴る。そうそうそう、持ってて。はい、緩めて。力抜いて、だらーん。力抜きましょう。力抜いて、力抜いて。もう一回いきます。せーの、グッと蹴る。3、2、1、はい。力抜きますよ。吸って、はい、吐く。もう、もうお尻まで。あと、いたって見えないでください。っていう風に、だからわざとやってんのよ。さあ、そういう風にううあのコミュニケーションを取ってやる。今そうなんですか。そうそうだよ。言ってくださいよ。私いやいや、あの、実際ペアの人がそういう感覚になるから。本当？わかんないから、力を入れる感覚とか、うん、どこで力抜いていいのとかって、そういうのがね、意外とわからないので。すいません、ありがとうございます。そういう風に、今みたいなコミュニケーションいいと思います。全然。うん。まあ、力抜いてとかね、うん、まあ言って。そう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 。そういう感じでいいと思う。うん、で、ここやりました、うん、で、ここを戻したときに、うん、こっちの足をこうしますよね。その時が雑なんじゃないんだけどな、ね、あの、もうちょっとソフトにスッと寄せる。それか、まずね、こうやってるのがやってから反対の足を寄せるんでしょ。その時にスッと、うん、うん、あ、それで、うん、そしてそれをさっき、ちょっと雑に感じたもんね、うんうん、で、こうか、うんうんうん、こんな感じ、ベッド持って、はいはい、これも見栄えが非常にいいですね。いいですね、はい。入れて、フックして、うん、で、初めのチェックみたいな、こう。チェックして、はい。OK です。じゃあ、今度。あ、今の手離すときもちょっと余韻残してほしいんだよね。スーッ、スーッと。そう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 、そういう一つの一つがあれが大切。これもこう、こういうふうに見るの。まぁ、あ、ちょっとこうやって。あ、そういうのがかっこいいね。そう、絶対かっこいい、そっちのが。で、さっと。もうちょっとゆっくりでいいかもよ。抜くとき。ほんとマジで。そしたら大切にされてる感があるので、こう、なんていうの、わざとね、大げさにやるのよ、こうやって。お願いします。俺とかちょっと大げさすぎるんだけど、私はね、もうなんか女王様とか殿様を扱うように、あの、触ってくださいって言われてたので、必ず下から触るし、だから横見るじゃん。うん、あと、こう、なんていうの、ジェンちゃん、ちょっと早めなんだけど、ね、俺、こうか。こうした後に、ここまではいいのよ、ゆっくり。うんうん、あ、早くても。最後抜くと瞬間をこういう。なるほど。所作だ。それが、うん、所作なんだよ、うんうんうん。それかっこいいっていうか。なるほどね、今のうち体で覚えちゃった、はい、それが他の部位とかもそうなので、全部そうですね、うん、そしたら、うん、そうそう、こう手をこう、なんていうの、もうちょっと大げさに、うん、そう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 かっこいい。わかりました。良かったです。そして、今度は、うん、では、左の肩を下にして、右にコロンって横向きましょう。左の肩で腕を捨てて右。たまにある。右下と。右下ですね。バ、はい、ランって横向きますね。はい、でこう、あの、形整えます。上の膝は前で伸ばして、はい。でですね、こちらの手で枕作りましょうか、頭の下に。はい、そう、うん。私も枕用意しないんで。はい、なんでこのまま、こういったら、じゃ腕上げますね。はい、失礼します。ちょっと体側伸ばしますね。うん、
ちょっとあれですね、ウエスト、ここ縮こまってるので、うん、一度ギューっと、ご自身の力でウエスト縮めましょうか。うん、いきますよ。せーの、グッソさん。2、1、OK です。緩めて、吸って、吐く。そう、体側伸びていきますね。指伸ばして、立て回しましょうか。そうそうそう。ネクスト。このまま頭の後ろで、そう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 、入れますね。で、まあ、この肘を前に引っ張りましょう。せーの、ぐーっと引っ張って、前、前、前。はい、力抜いて。もう一度前に引っ張って。はい、力抜くだ。そうそう、胸開きますね。で、ここから、2回なんだ。2回ぐらいいるか、一応。3回とかですかね。3回やることによってもっといくじゃん、角域。ああ、確かに。うん。なので、角域が、ああ、すげえ上がってんなって分かってもらえると、うんうん、見たね、審査員の人たちもいいのか。確かに。肩甲骨か、ね。この時ちょっと上げたりとか、ね、なんかこうやってるみたいな。ですって。で、吐く。そう。うん、結構緩みますね。こうやっていく。ここをちょっと大きくも動かす。うんうんうん、これちょっと動画で見たいな。どういう感じなんだ。それあたり。見ててすごーっとなるのか、うん、雑なのかちょっとわからない。そうですよね。痛みのかな。で、ちょっと伸ばしますね。で、このままベッドの縁持ってもらっていいです。はい、そうそう、ベッド持ってますね。これは何、腸骨のあれなの、その中殿筋なの、今、コンタクトポイント。ここ、あ、ここです。うん、あ、すいません。中殿筋の方ですね。中殿筋の方、うん。まあ、腸、ここをちょっと伸ばしたい感じなので、うん、まず、あ、サポート的にしました。あ、じゃあ、中殿筋の中殿筋をしっかりと、ね、そういうとこ見られるかも。あ、どこ触ってない、うん、今、なんか、すごい、なんか、どっかはわかんない。縁、うんうん、なのか。まあ、どっちでもありなんだよね。腸骨でもいいし、今の中殿筋でもいいし。こうしますか、はい。で、今度はじゃこの上の足を曲げたまま、そうそうそうしますって言って、こう、伸ばす。うん。うん、どう伸びますよね。で、この後、この足そのまま伸ばして、落とす。うんうん、で、ごめん、ちょっと私、ポジション悪かったかもしれない。で、ここ体側こうやって伸ばす。うん、膝を上げて。はい、手を解放しましょうか。はい、今度、逆向きになりますね。はい、仰向きになる。ネクスト。ね、本当になんか、もともと先生も話してましたけど、うん、こう自分のなんか勉強だったりとか、うん、っていう意味が強いからね。そうですね、うん、この大会も勉強だったりとか、うん、なんかこう見直すきっかけになっていいなって思ってたんですけども、うん、めちゃめちゃ勉強になってるじゃないですか。いや、めちゃめちゃ勉強になればなるほど、うん、やっぱちょっと結果うん取りたいなって思ってるので。ああ、そうだよね、そうなるよね、やっぱね、やっぱりあのね、ちょっと目指すものが通過点じゃなく、やっぱりそれで何かこう教わったものを取りたいっていうふうに、ね、それで、うん、なんか賞とかもらえたら自分の励みにもなるし、これからの活動に ね役立つしね、うん、自信になるよね、うんうん、まずね。一位だけじゃないと思うんですよね、こう多分あると思います。何賞とかは、うん、多分なんとか賞とあると思います、うんうん、だからの何かに引っかかってほしいよ ね、 そうですね、何かの賞を取れるように、あの印象に残る施設を、この PNF っていうのはすごく、あの私なんか広げていきたいなっていうのはそこあるので、印象に残ったらいいなって思います。はい、じゃあ、あの8日の5時からライブする 100% するとは言い切れないんだけど、っていうか会場を映していいのかとか、そういうのとかいろいろある。 OK なんだ。あ、 OK なんだ。はい、もうその会場のさすが YouTuber だらけの会場だねむしろやってたと思って、そう、むしろやってたんだろうね、はい、うん、そっか、それをじゃあぜひあのその時間見れる人はということで、皆さん乞うご期待です。頑張ります、はい、またね